どうも、虹の侍でーす。大丈夫か。パンパンババパン。オッケーオッケーオッケー。今回はですね、踊るポンポコリンってみんな絶対知ってると思うんですよ。ああ、ちびまる子ちゃんのね。ビーヒャラビーヒャラ。踊るポンポコリンとかはやっぱり久保田利伸になっちゃうんですよ。今回も久保田利伸で。それでは踊るポンポコリンを久保田利伸さんっぽくリリースします。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。オラピーの中からぼわっとインチキおじさん登場。いつだって忘れない。いつそうは偉い人。そんなの正直だったったらみろ。ピヒャラピヒャラパパパラパ。ピヒャラピヒャラパパパラパ。ピヒャラピヒャラおへそがチラリタタラリラリラララ。ピヒャラピヒャラパパパラパ。ピヒャラピヒャラ踊るポンポコリン。ピヒャラピお腹が減った。あの子もこの子もみんな急いで歩いているよ。電線はシールの影から笑い芸人登場。いつだって迷わない。気をつくインドステーション。そんな夢へただだらりら。ピヒャラピヒャラパパラパ。ピヒャラピヒャラパパパラパ。ピヒャラピヒャラにじいらない。ピタラダラダダダリラララ。ピヒャラピヒャラパパパラパ。ピヒャラピヒャラ踊るポポコリン。ピヒャラプダロプダロ。いつだって忘れない。いや、そうはないと。その常識、ダダダラリラ。ピヒャラピヒャラパパパラパ。ピヒャラピヒャラパパパラパ。ピヒャラピヒャラおへそが散らない。ダダダラリラ。ピヒャラピヒャラパパパラパ。ピヒャラピヒャラオロロポポコリン。ピヒャラピお腹が減ったよ。ノー。最後の顔なんやねん。あれはかやろ。もう絶対久保田利伸やらへんやん、そんなん。全部まあ久保田利伸っぽかったんやけど、最後の顔だけは違う。本当にただのおもろい顔やもん、それ。ただの変顔やん、それ。ちびまる子ちゃんと久保田利伸。久保田まる子でいいんじゃん。後編に続く。マルコ宿題しなさい。パンパンパン。やれよ。マルコちゃんと寝てる。Yeah. 起きてるやん。マルコまたテレビをつけっぱなしにして。オンイエうんうん。消せよ。すっと消せよ。絶対久保田利伸さんそんなことせえへんからな。もし久保田利伸さんに電気消してくださいって言ったら、ああつって消せよ普通に。絶対マルコケーキがなくなってるけど食べたでしょ。オン I'm happy birthday じゃない。違った。パン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 。憎めるキャラやな。憎めないのレベルを超えてる。もう憎める。お腹痛い。もう憎める。お腹痛い。もう全然嫌い。お前俺に喧嘩売ってんの。いやそんなこと絶対言う。久保田としてもさ、もう温厚な人やから絶対。パパパラパ。ちなる子ちゃん喧嘩売ってるのとかないから。チャンネル登録よろしく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 。チャンネル登録よ
楽しく、チャンネル登録よろしい。